ウィキメディアプロジェクトに携わる人たちのオフラインミーティングオフラインミーティングはネットワーク上ないしオンラインのコミュニティで知り合った人々がネットワーク上ではなく現実世界で実際に集まって親睦を深めることである。オフ会、オフミ、オフ等と略される。パソコン通信の例明期においてはアマチュア無線会における同義語を流用してアイボールミーティングと呼ばれることもあった。 オフラインミーティングは各コミュニティの主催者またはメンバー有志により企画立案開催される。コミュニティ主催者の企画によるオフ会は主に小規模、私的なコミュニティに多く見られる。参加人数はコミュニティ自体のメンバー数やオフ会開催の目的に左右されることが多く、小規模なもので10人程度、中規模なもので50人程度。 大規模なものでは100人以上に達する。大規模なものでは一般に向けて告知がなされ参加条件を問わないものもある。定期化した大規模なオフラインミーティングではコミュニティ本体を離れて専用メーリングリストやさらにはミーティング用の専用サイトやドメインを持つ場合もある。こうした定期化、自己目的化したものでは コミュニティの親睦という初期の目的を離れ、ミーティング開催を目的とする新たな別のコミュニティが出来上がることがある。大規模でかつ古いミーティングでは、ミーティング運営コミュニティに直接他のコミュニティを経由せずに参加する新規参加者が現れ、成立母体となったコミュニティとは構成員の異なるコミュニティが成立する場合もある。オフ会の目的は多岐にわたるが、大きく分けて以下のものがある。 ネットワーク上で知り合った男女が二人だけで、オフ会を行うことをこう呼ぶことがある。ツーショットとは、テレビ番組、ネルトンクレナイクジラ団内で、石橋貴明がよく使用していた言葉で、テレビカメラのフレーム内に二人だけしか映っていない、イコール二人きりになっている状況を指す。ありがとうございます。